こんばんばは今日もね今週のまあ激動の1週間のねまあライブ軸をあ本当にね今週は月曜日からねもう本当に世の中がねガラッと変わっちゃったようなね相場展開でまあ本当にねトレードやった人は多分ほとんどの人間がね、まあ、負けたり悔しい思いしたりね。 まあ私なんかももうあの今週はね6スっポ寝てないっていうかねまあ本当に徹夜の日々でね私もやっぱりあの誰よりもね負けるのが嫌なんでもう悔しくて悔しくてねやっぱりまあ,あの本当にもうあの壮絶なねまあトレード展開だったっていうまあ一応ねこの500万ねついこの間入れてまああの2日で まあ500万勝ちになっちゃってまあ100%増ってねブログで出てでまあそこから本当にね道中はまああのまあ1,000万超えぐらいしたからまず500万に引っ張られてで勝った分全部吐き出してでそこからまあまたね900万ぐらいまで盛り返してでそこからまああのもう一度ね結局吐き出されちゃって。 でまあ、自分のね入れた100万までがあの損失に回っちゃってね400万になってで昨日もねみんなにあのセミナー中見せてもね道中500万から600万近辺をさまよってたねあのまあ口座が一応ちゃんとね昨日も徹夜で、まあ、昨日はねやっぱり手伝うするだけの価値がある日だったんでまああのユーロ円ポンド円ユーロドル、まあ、ユーロ系ポンド系とねオーストリア系がいかさまで勝ち上げてくれたんで。 まあ、あの利回り利点のことから考えてねドルなんかよりも全然下,がり下げもあるんで、まあ、ドルはねいいところで利食って即刻ポンドドルポンド円に乗り換えてでみっちりねがっちり取りまくってねまああの本当にあの凄まじいね勝負でまあ道中はねあのダモンさんも言ったけどねあの昨日あの松葉屋にね毎年12回は絶対行くんですけどね まあ、あの岩手線のね国産の松茸がっちりね食べてまあ松葉屋もね去年と違って新しいね料亭買,買ったらしくてまあ昔はね道路道路っ端にあったんですけどちょっと奥まったところに入ってねまあもう松茸尽くしでもう松茸のみっていう感じでね全てでまあ本当にねちょっと松茸大好きなんでパワーつけて昨日。 もう流れも良かったんでねあのもう目の前でねいた前に焼いてもらってうまかったっすよ本当にであと肉はね飛騨、まあ、牛使ってねここはでまあ松茸の天ぷらでね何もかもまあ松茸づくしでまあ松茸ご飯とであとはみんなねこうブログランキングをしてもらってまあねみんなの愛情がね整ってこう6位なんかにね入って。 まあいい感じでねまああの本当にね今週はすさまじいね激動でもう本当にね相当みんな悩んでね私だってもう頭きましたよね悩むよりも。 でもやっぱりねいいイカ様が入ってきてくれてるんでイカ様をねちゃんと裏書いて利用すればまあ正直言ってねあのオーストラリアドルとかオーストラリア円なんかあのイカ様が入る前よりもめちゃくちゃ上がったことによって反動ついて下がっちゃってみたいなねイカ様入んねえ方よかったんじゃねえのみたいなねでやっぱりねかっこよかったな昨日もねあの夜中見てたらポンドマンが最終最後の高値をね買ってたっていう。 なんかポンドマンはねやっぱり光るね引きの強さがあってまあオーストラリア円をねあの最終最後の高値を買ってそこから1円以上真っ逆さまでね1円50銭ぐらい、まあ、さっきもねチャットに書いてあったんですけどなんかあいつはやっぱりねあの私の気合が伝わってるのかでねもうあの、まあ、173円の40のねポンド円買いでまあもう急落しちゃって169円までいっちゃってね あの時の時回目とで今回もねちゃんとやっぱりポンドマンらしくしっかりネタじゃないんですけどちゃんと投稿もしてくれた上に。